近いのかなと思うんですが、私は猫すごい好きなので、この案件は、まあ、趣味と実益を兼ねたとっても楽しい仕事ということで、皆さんとお別れした後は、この猫カフェでめちゃめちゃ写真を撮って東京に戻ると、そういう、予定を、なっております。でも結構のぞきは遠いんですよね、そんなにもちょっと心配ですけど。で、まあ、それもさておき、書籍の紹介を簡単にします。最近はこういう書籍を強調であったりとか、今画面の右下に出ている書籍が今度発売になって、こちらは単調なんですけれども、このようにたくさん情報発信をしています。で、基本的なスタンスとしては、まあ、作れる人が増えたらいいなというところで、まあ、悩み事を一緒に解決したりとか、できないことをできるようにしたいっていうのが基本の姿勢です。したがって、まあ、アドビコミュニティエヴァンジェリストっていう立場を拝命はしていますけども、別にアドビじゃなくてもいいじゃんというところで、今日は、アドビの話はあんまりしないかなというお話です。じゃあ何の話するのかというところなんですが、これが参考資料になります。別に買ってくださいということではないです。で、この本はですね、北村さんというこの方もアドビコミュニティエヴァンジェリストでして、この私の隣にいらっしゃるこの男性の方ですね、ということで会場にはいませんけど、やっぱりアドビ力の高い、方が一緒に書いた本でございます。で、この本のコンセプトとしては、まさに皆さんのような DTP の現場で苦労している方で、見よう見まねで、頑張ってウェブ作ってるんだけど、本当にこのデータで合ってるのかなという方に向けて書いた、そんな本です。実際この本を読んで、DTP しかやってなかったんだけど、ウェブの会社に転職できましたという方が実際何人かいて、すごく書いてよかったなと思うものです。ただまあ2016年とね、やや古いので、この本で言ってることが正しいというわけではないんですけれども、今読んでもなかなかいい本だと思うので、もし良かったら手に取っていただけると嬉しいです。で、登壇の経緯、ちょっとお話しさせてください。今日の内容なんですけれども、実はこんな経緯がありました。冒頭に申し上げた、印刷会社と、まあ、幸いにもまだ私とお付き合いがあります。で、まあ、元上司なので、なかなか無理にもできないっていう立場がありまして、まあ、別に全然嫌いとかじゃないんですけど、まあ、こんな相談をされましたと。で、この上司というのが、まあ、会社の中のクリエイティブが50名ぐらいいるんですけど、1人だけ、まあ、もう2、3人いるのかな、まあ、ウェブの頭 で1人だけ、プロデューサーをやっているという方なんですが、周りの、方がいられた補助ができるだけでウェブの知識がなくて困っていると。で、よく考えてみたら、まあ、フォトショーの、ね、設定がどうとか、いられの設定がどうっていう話以前に、印刷しかやってない人たちは、ワークフローが違うってことを知らないんじゃないかという話を私に愚痴ってきました。なので、浅野さんは、印刷も知ってるし、まあ、その会社のね、ことも知ってるし、あとウェブでエクスパートにお見せした、こういう本も書いてるので、ぜひレクチャーしてもらえないでしょうかという話を、ちょうど1年ちょっと前にいただきまして、1年前に全4回の、セミナーをその社内でやりました、まあ、研修ですね、をやりましたというのが、今回登壇の前提となります。で、今日の話はその中の内容を凝縮しつつ、さらにブラッシュアップしてお届けするという趣旨になっております。で、実はもう一個あって、森さんにページに出たいんですっていう話を、MAX JAPAN にちょっと言ったら、私のことをウェブの人だと思ってるらしくて、森さんは、違うよと、印刷の仕事もちょっとは知ってるよという話をしたく、今日こちらに参りました。あとは、やっぱりこういうセッションというのは、登壇者が何を作っているのかっていうのを皆さん知りたいと思いますし、私も、アドビの人だとか、先生だけの人だっていうふうに、あまり思われたくないので、いろんな事例を見ながら、こういうデータってこうだよねって話をしていきたいなと思います。はい。で、具体的に聞いてほしい人はこういう方です。まあ、ペルソナってやつですね。コーディングの経験ないけど、バナーの画像とか、あとは、いわゆるペラ1って言われるようなサイトを作っている人です。で、皆さんの中にも結構、片手間で一生懸命作っている方とか、例えば、私が印刷会社時代によかったのは、チラシを原本した後のデータを一部バナーにするとか、そういう仕事ですね。で、まあ、そういう人の悩みってこういうところなんですよね。見よう見まねで作っていて、まあ、見た目はできてるけど、
他の人って一体どうやって作ってるかよっていうのが一つ。あとは、一応まあウェブデザインに関わる仕事なんだから、コードって書けなきゃいけないんじゃないのかなって思っている。まあ、実際コード書けた方がいいのかなっていうのは、これは結構意識が高い人で、多分皆さんは意識高い方だと思うんですね。本当に勉強しない人って勉強しないので、こうやって休日の中に、来てくださってるということは、それだけでとっても素晴らしいことだと思います。で、それに対する私の答えです。行動って書けなくても別にいいんじゃないかなと思ってます。今日の主題ではないですけど、最近はX とか人流とか、そういったものがすごく発達してきてますし、コーディングを、まあ、ある程度自動で書いてくれるっていうようなものも結構出てきました。完全に自動にはならないと思いますけど、その辺を無理にやらなくても概要を知っておくぐらいでいいんじゃないかなっていうのが一つです。でただ大事なのはコーディングっていうことにとらわれすぎないで、ウェブデザインの仕組みを学ぼうよっていうところです。でなんでかっていうと、仕組みに即した手戻りの少ないデータを作れると。仕組みが分かっていると、あ、こここうするとちょっと嫌だよねっていうのが分かるっていうのは DDP の手段なので、その辺なんとなく実感が湧いてくるでしょうか。で、今日は印刷とウェブの違いというところに焦点を当てて、ウェブの基本について説明していきます。具体的にはワークフロー、あとは媒体の特性、まあ、ちょっと難しい言葉を使ってますけど、ウェブってこういう特徴があるよって。最後に、一応コミュニティエマージェンスなので、アプリの話をしたいと思います。はい、ではまず、ワークフロー基本的ということで、先ほどの、待っていた上司の話をしたいと思います。今お見せしている写真、あ、これからたくさんの、ね、実績を見せていきたいと思いますが、基本的には写真撮っていただいてもいいんですけれども、モデルさんとかタレントさんの顔が何回か映る事例があるので、その人の顔が映るものに関しては念のためシェアは控えていただけると嬉しいです。その他は別に大丈夫です。で、印刷です。チラシ。具体的にこういう案件をやっている会社にいたんですけれども、チラシは見た目を考えるというのが皆さんの仕事であり、私の仕事でありました。見た目というのは、まあ、もちろんデザインとして作るんですけど、掲載の内容ですね。例えば、シャツが何点入るとか、コードブスが何点入るとか、あとは仕様、これはまあサイズとか色数であるとか、で最後にデザインから品種までどういう段取りでやっていくかっていうことだと思います。でワークフローズにすると、先ほどのようないわゆる量販系のチラシは、まあ、こういう流れが一例として言えるのではないかなと思います。でまあデザイナーとディレクターの関係はケースバイケースだと思うのでクライアントがいてデザイナーしかいない場合もあると思いますがこういう、ケースが考えられるのねということでご覧ください。で、印刷の場合特徴的なのは初稿最高年稿、まあ、実際は参考横5号となったりすることもありますけれども、まあ、こういう段取りで、つどつどクライアントと確認を取りながらはい、提案してデザイナーの仕事をおしまいにお疲れ様でしたという形になります。でその後、印刷機の方で、リップを返して、缶を作って、印刷して、で、納品するというふうになっています。で、それに対して、印刷のワークフローと、ウェブのワークフローの違いなんですが、これごめんなさい、印刷のワークフローとなっているんですが、ウェブの間違いです。ウェブサイトはこういう、レイアウトになっております。で、このサイトを作ったのは私なので、あと1分。が見た目もちろん大事です。掲載内容を考える、あとは仕様を考える、サイズですね、ウェブの方でサイズってありますので、で、デザインを考える、この広告への方が後から仕様を。で、ここが最後、だんだん変わってきます。コードタップというところがあって、これは冒頭でお見せしたように、コードを書くデザイナーもいれば、コードを書かないデザイナーもいます。で、まあ、ここまではデザイナーの仕事なんですが、もう少し考えを掘り下げなきゃいけなくて、仕組みの部分が結構大事になってきます。プログラム、具体的には方針をどうするのかとか、あとは、まあ、いわゆるワードプレスを入れるのかとか、そういうところですね。あとは JavaScript などによる動きの制御をどうするのかという点。あとはサーバーです。でこのお客さんは結構大きいクライアントでして、すごくメディアとかにバーンと出ると、サーバーが落ちちゃったりするので、そういっ
然な専門なので、あの詳しいことは言えないんですが、こういった、ことが必要だよねという前提のもと、こういう流れを、経由して、仕事をしていかなきゃいけないよねというのが構図です。で、ここで大事なのは、ディレクターの人が要件定義をするというところが非常に重要かなと思います。ディレクターがもちろん構成を考えて原稿を整理して撮影するところはそうなんですけれども、デザインの前に要件定義しなきゃいけないよねっていうところが意外と忘れがちだったりします。私も一人でやってるとディレクターでもデザイナーだったりするんで、どうしてもなんかかっこいいみたいなのをバーンと作ってこれでいいじゃんって自己満足してしまうことが意外と多いんですが、実はこの辺が非常に大事です。で、あとはですね、いわゆる初稿最高年俸というふうにやるよりは、締め切りに向けて随時こう更新をしていく、細かい課題に対して随時確認をして更新していくというのも、ウェブならではのやり方なのかなと思います。で、先ほども述べたように、デザイン以外にもプログラミングが、コーディングプログラミングってありますし、あとは一つデザインされたらそれをテンプレートにしてページを量産するというのがで、いろんな作業をやらなきゃいけないので、初稿最高年俸っていうところで区切ってやってしまうと、逆に効率があまり良くないんじゃないかなというところも違う点としてはありそうです。最後に公開ですね。先ほどの違反のマークと同じマークをしましたが、ここから先が結構ウェブでは違うなと思いまして、運用があります。で、この運用で、お金をすごくいただいている方がたくさんいらっしゃいますし、すごく大事です、運用というのは。公開して終わりっていうものではないというのは違うので、運用を前提とした、デザインにしていきたいというところですね。はい、で、要件定義なんですけれども、こんな形で、まずワイヤーとサイトマークを作っていくというのが仕事の一環としてあります。で、ここで言いたいのは、決め打ちのデザイン環境よりも、サイトマップやワイヤーなど、サイトの構造を先に決めようねというところです。で、もう決め打ちで、もうこのデザイン素敵でしょっていうふうにしてしまうと、そこからもう動かせなくなっちゃうんですね。なので、それよりは、こういった形でサイトマップをきちんと作って、このどこがどことつながっているのかというのを最初に洗い出してから見た目に入った方が、最終的には見た目が綺麗にできるというところをお伝えしたいなと思います。ちょっと続けます。はい。で、ウェブのワークフローの、続きですね。先ほど言ったように、クライアントに随時確認してもらうっていうのも確かにそれは一つ大事なんですが、一番理想を言うと全員でこう考えながら進めていくっていうところがすごく、大事ですし、私の実感として、初稿最高年俸方式でやってほしいって言われたらそのようにやります。実際そういう仕事も多いです。ただ、こんな風に随時、みんなで考えながら作っていくっていう流れになってくると、ウェブデザインとしてはすごくやりやすいです。ディレクターやデザイナー、あとはエンジニアとクライアントと一緒になって、まず最初に決める部分をきっちり決めてあげる。で、ただ実際に作ってみないと、例えばこのフォントがこのブラウザで表示できるのかなっていうところを、ちゃんといろんなブラウザで、ね、検証していかなきゃいけなかったりするので、わからないことも結構多いです。というところで、最初にすっごく絵をきちんと決めてしまうと、なかなか、うまくいかなかったりするということもあったりします。で、じゃあディレクターって何してるのっていう話ですね。で、これも、当時のプロデューサーからすごくリクエストされたことで、いわゆるアートディレクターとは違うよっていうところを、グラフィックをやっていらっしゃる方は知らなくて当たり前ですよね。私もよく知らなかったです。ということで、ディレクター何やってるのというところで、要件定義と交通整理をやってますというところを、皆さんにご紹介します。で、もちろん進行管理だけしかしない人もいるんですが、
例えば対象ブラウザーはどういったものですか、お客さんに尋ねたりとか、今日何回かキーワードで出てきますが、 RWD というのはレスポンシブウェブデザインの頭文字ですね、レスポンシブデザインかどうか、あとはレスポンシブデザインでもブレックポイント、どこで切り替わるのかなっていうところを細かく決めていく、それをお客さんと、許可、コンセンサスを取って、それをコーダーさんあるいはデザイナーさんに伝えていく、プログラマーさんとエンジニアさんと組んで、サーバーの負荷に耐えていくというのが、ディレクターのお仕事です。ということで、ディレクターの紹介をしたところで、だいぶウェブと紙ってなんか違うっぽいなというところが分かってきたんじゃないかなと思います。ただ皆さん別にウェブディレクターさんと一緒に仕事されている方ばかりではないと思うので、もうちょっとまあ明日から使えるというか、ちょっと気づきを持って帰っていただくっていう点に立ち返って、媒体の特性について、お次にお話ししていきたいと思います。特性の異なると、まあ、当たり前のように聞こえると思うんですけど、意外と、この辺が、盲点。私も印刷好きなので結構紙と同じように作ってしまうことが多いんですが、最近なかなかそうもいかなくなってきてるなというのが正直なところです。印刷後に更新や修正可能では、ごめんなさい、印刷したあとはもう更新とか修正できません。これごめんなさい、日本語変ですね。印刷した後更新や修正は印刷の間できません。それに対して修正可能なウェブ、修正とか更新、あとは運用ができますというところで、全然違うよねというところが一つです。あとは、サイズが決まっている印刷、 A4 だったら A4 だし、B3 だったら B3、 あとは D とかね、サイズもありますけど、そういったサイズが決まっている印刷に対して、サイズが決まっていないわけではないんですが、いろんなブラウザーで見ることのできる、ウェブという点も異なります。で、さらに言うと、もう今さまざまなデバイスでウェブって見られてるんですね。モバイルが出てきてから、だんだん比率が変わってきまして、私は B2C のサイトを作ることが多いんですけれども、比率がどんどん上がってきて、最近は9対1ぐらいでモバイルが多いという感じです。もうモバイルだけ作ってあげればいいよという感じで、制作することが多いです。で、はい、こういった形でモバイルの対応を前提に考えられているなということをなんとなく感じていただけると分かりやすいかなと思います。で、その中ですごく大事なことがですね、紙でウェブの提案をしないということが意外と大事です。まあ、もっと言うと JPEG を添付するっていうのも本当はあんまり良くないんですが、これどうしてかというと、実装した後に紙で見た紙のイメージとサイトのイメージって結構違うんですよね。で、そこを気にされるお客さんだと、後で膨大な修正が発生するかもしれません。で、これからお話ししていく中で、リキッドレイアウトとかレスポンシブデザインという説明をしていくんですが、リキッドレイアウトとかレスポンシブデザインを、やっていくと、なかなかこの紙で、提出するっていうのが、ちょっと限界が見えてきたかなというのが最近の傾向です。まあ、ただそれをやってくれと言われればやるしかないのが、受託のちょっと悲しいところなんですけれども、その辺悲しいよねというのを共有していただければそれで十分です。あとはですね、紙では動きも再現できないので、ここでポップアップが出てくるよとか、スライダーがこのタイミングで変わるよっていうのも伝えきれません。なのでこの辺は、まあ、紙で提出するにしろ、何か口頭でこんなイメージで考えてますっていうのをフォローしてあげると提案としてもよりいいんじゃないでしょうか。あとは、スマホサイトなんですけれども、実機で確認してください。実機で確認するといろいろ分かることが多いです。手元のデバイスで使用感を確かめてから提案をしましょう。具体的には、例えばボタンのサイズが小さくないかなとか、フォントの大きさが小さくないかなというところを見てあげるといいんじゃないでしょうか。あとは、最近モバイルすごく大きいので、ハンバーガーメニューのアイコンが右上にあると女性とかは結構手が届かなかったりするんですよね。なので、ツイッターとかもそうなんですけど、アプリのツイッターとかは、下にアイコンがあったりします。
そういった気づきとかも実際の、実機で見てみないとわからないというところがすごく多いので、つどつど実機で見ながらデザインしていただいてください。で、ウェブの、特徴というところで、ウェブは変化するんですね。で、変化するって結構ふわっとした言葉なのでもうちょっと言ってみたいと思うんですが、まずリキッドレイアウトという言葉、まあ、液体ですよね。液体の変化です。これどういうことかというと、ブラウザの幅に合わせてコンテンツの表示範囲を相対的な比率を維持しながら変化させる手法ということになります。今お見せしたこれもそうですし、あとは、こういったメンズ向けの化粧品のサイトとかも作ってるんですけど、こうやって写真の画角というんですかね、トリミング位置とかちょっと変わりますよね。こういうのリキッドレイアウトと言います。で、もう少し分かりやすい例があるのでちょっと見ていきたいと思うんですけれども、固定レイアウトというのがまずこのサイトです。これ固定レイアウトです。例えばブラウザを広げてもこの大きさ、縮めてもこの大きさで、だんだんこう切れていくっていうのが固定レイアウトですね。で、それに対してリキッドレイアウトというのは広げていく、ブラウザを広げていくと広げていった幅に応じて大きくなるし、縮めていくと、まあ、それに応じて縮めるという形、こういった違いがあります。まあ、ここまでこう大げさにわっと変わるっていうのはそんなにないんですけど、こういった視点の違いで見た目が一見同じでも少し変わって見えるよというところを、覚えておくといいんじゃないでしょうか。それでは、ちょっと戻りますね。はい、これがリキッドレイアウトの変化です。もう一つ、レスポンシブデザインの変化。これは皆さん、レスポンシブデザインって結構馴染みのある言葉になってきたので、分かっているよっていう人もいると思います。例えば隠れるとか出てくる、あるいは大きくなったり小さくなったり、あとは崩すというところも、結構変わってきます。あえて崩したりとか空文字って言ったりするんですけれども、空文がパッと変わったりするというのがレスポンシブデザインです。で、先ほどお見せしたこのモゾの事例もこんな風に変わっていって、こんな風に携帯だとレイアウトがガラッと変わる、こういったレイアウトは結構最近増えてきてますね。レスポンシブデザインという手法です。男性向け化粧品の、サイトも例えば、スマホの場合は2から、あ、ごめんなさい、1からもですけれども、こうやって大きくしていくとここで2段になるとか、こういったやり方は結構日常茶飯事なので、形が一定ではないという点がちょっと、まあ、ややこしいといえばややこしいですね。で、中身も変化するんです。今形の話で、リキッドレイアウトとレスポンシブデザインという話をしました。で、中身はこれね、厄介なんですよね。なかなか想定するのも難しいところです。更新による内容の変化、あとはユーザー側の環境による変化、最後にユーザーの行動による変化、この3つで中身が変わっていくので、デザイナー側もその中身に合わせた、デザインをしていかなきゃいけないということで、ここからちょっと悪い例をいくつか見ていきましょう。まずこういった例です。オレンジ色の背景を固定して作ってしまう、これは例えば今分かりやすく四角にしてますけれども、画像でボンとこの画像しか用意してない、この大きさ以外のものはないですっていうようなデータを作ってしまうと、仮にお客さんであったりとか誰かが更新した時に下にこうはみ出しちゃうんですね。はみ出しちゃった時のことを考えられてないっていうのは避けた方がいいと思います。いいと思いますというのは、こういったことをしないっていうルールを作ってあげれば、まあ、対応できないことはないですけどね。ということでちょっと見てみましょう。まずさっき言ったオレンジ色がこの、まあ、ちょっと画像です。何の画像だろうね、ちょっとよくわかんないですけど、で、サイトをダブルクリックしてみます。一番上のこの状態、これがデザイナーが想定している状態ですね。ただ、本文が増えちゃうとこんな風に画像のこの横幅、この画角しか想定していないとはみ出しちゃったりします。これは良くないです。あとは実はこの見出しにもちょっとバナが仕込んであってですね、この一番上の見出し、
この一番上の見出しが1行だったらこれでいいんですが、じゃあ2行以上になったらこういう形になるのか、こういう形になるのかっていうのが、まあ指定されてないことが意外と多いです。私もよく聞き返されちゃいます。なので、まあはみ出しちゃうのもそうですし、デザインを誰か他の人に任せた時、下に1本こう線をねピッと入れてもらえればいいのに、こんな風にアンダーラインがずっと引いてしまったりとか、逆もまたしかりです。こういうのはやっぱりコミュニケーションをきちんと取っていかないとなかなか伝わりづらいかなというところで、気をつけたいポイントです。あとは、このディレクションについてっていうこの言葉ですね。フォントが 100%、表現できるとは実は限りません。フォントというのは具体的にはウェブフォントだったりします。先日も今進めているサイトでコーダーさんに、デザインお願いしますって言ってコーディングを依頼したら、これ郵便帳体が入ってるじゃないかと言われました。郵便帳体というのは私もあまり知識がなくてその時教えていただいて、あそうなんですねなんてやり取りがあったんですけれども、 Android だと、うまく再現できないそうです。なので、そういった時にどうするのかというところを、ちゃんとお互いに、許可を得ておく、お客さんにこういう状況ではこうですけどどうでしょうっていう話をしておくというのが一つ。あとは、開業ですね。字切りすごくこだわりたい気持ちはとってもよくわかります。ただし開業は思ったようにいくとは限らないので、まあ、ほどほどにしましょうというところです。であとはですね、意外とこれ見落とされがちなんですが、スマホのポートレートとランドスケープと言ったりするんですが、まあ、いわゆる縦と横です。で、これ縦と横でデザインがそんなに変わるということはそれほどないと思うんですが、私が過去にやった事例で一番これ変わるなと思ったのが、漫画の試し読みを実装するときに縦方向だと、1ページ、横方向だと見開きっていう変化をしなさいよっていうのは結構大変でした。で結局他のエンジニアさんにもお願いしたんですけど、こういったユーザーの環境による変化っていうのも、まあ、デザインの面白いところでありますし難しいところです。で最後に行動ですね。これは意外と完プで見落とされがちなので、今回お配りしている資料にもチェックリストを記載させていただきました。いわゆるマウスを乗せた時にどうするのかというところですね。マウスオーバーした時、これをロールオーバーと言ったりするんですが、ロールオーバーなどの動作を伴う部分をどういうふうに指定して実装してあげるんですかというところをちゃんと完プであったりとか文章で伝えてあげましょう。あとはフォームの場合はエラーが起きたらどうするのっていうところをきちんと伝えてあげてください。例えば、何か入力エラーがあったら、フォームの背景が赤くなるんだよとか、文字で注意が出てくるんだよっていうのを、きちんと伝えてあげないと、実装してくださるエンジニアさんは困ってしまいます。で、これすごく面白い例なのでぜひ見ていただきたいんですけど、よくあるミスというところで、ちょっと聞き慣れない単語が入ってますのでちゃんとこれを解説します。ラッパーの外側の指定がない、リキッドなのか固定なのかがわからないっていうのが、結構あります。ちょっとこれをね見ていただきたいですね。はい、まず、この前提の話なんですが、私はウェブデザインの学校の先生をやってまして、これは私が作った、まあ、完プじゃないですけど Photoshop のレイアウトです。でこれについて、素材をお渡しして、ロゴと写真と、あとテキストをお渡しして、まあ、色はこんな色でやってくださいよと。でサイズもこの PSD を見ながら決めてくださいよという形で、お願いをしました。そしたら上がってきたサイトが人によって全然違ったんですね。でこれは私が決して、経験不足だからというわけではなくて、あえてやって、みんなにいや実はこういうね形でやらなきゃいけないんですよと教えたので、決して私のスキルが低いというわけではないというところを最初に、言い訳させておいてください。まあ、ただ一方で生徒さんのねコーディングスキルってまちまちなので、その辺はちょっと多めに見ていただきたいんですが、まず1人目の方、こんな感じのサイトを上げてくださいました。横に、ずっと背景の画像、あ背景じゃないですね、メインのビジュアルが来ていて、こんな風なサイト綺麗にできると思います。で横にこう長くしていくと、それに応じて、画像の大きさも変わっていくというサイトを作ってくださいました。
うんうん、これ綺麗じゃんと。で、別の方どうでしょう。はい、こんな感じのサイト上がってきました。この辺ちょっと上げたいですよね。まあそれはともかく、この方は漢方に忠実に、横幅をきっちり揃えてくださって、サイトを作りました。で、背景のこの商品一覧の背景とか、このサイトを公開しましたっていう情報についてもここできっちり切ってくださったんですね。で、さっき新しく出てきた単語のラッパーというのはウェブのそのコーディングの、まあ、通称というかよくある単語で、包むものっていう意味を持ちます。で、こういったコンテンツをラッパーという、コード、まあ、厳密に言うと HTML のクラスであったりとか ID という、コードで囲んであげて、そのラッパーの値を 100% にする、要するに画面いっぱいにするのか、漢方通りの例えば1200ピクセルにするのかというところを、この漢方は指定してないんですよね。なので両方合ってるし両方間違ってるんです、今の生徒さんのコーディングは。で、一番悪いのはこの漢方を出した私ということになるので、こういうまあ、これはすごく面白いなと思ったのでお見せしてるんですけれども、実際結構あります。こう似たような事例はあるので、この辺は、コミュニケーションで絶対に避けたいというところですね。ぜひ、同じ轍を踏まないように気をつけてください。はい、で、こういった、今のすごく大きい例ですけれども、細かいところでちょっと思ってたのと違うなっていうのはよくあります。なので、結論としてはベタではあるんですけれども、デザインごとちゃんと作りましょうねっていうところに帰着してくるかなと思います。特にワードプレスとか文章がこう増減するっていうようなところ、あとは写真の、トリミングのサイズ、例えば16対9なのか4対3なのか縦なのか横なのかっていうのがよく変わるような、ケースであれば、じゃあ画像の処理どうするのっていうところで、そういったデザインラインをきちんと作っていきましょうというところですね。で、例えばこんな感じです。で、デザインガイドを作るというのは皆さんあんまり馴染みがないのかなっていう気もするんですが、私今ちょうどDTP エキスパートの課題の講師をやってまして、あれがまさにこうデザインガイドの作成なんですよね。あれはいられを使えるかの試験ではなくて、デザインガイドをちゃんと作れて、それを元に第三者が再現できるかっていうことを問うている試験なので、デザインガイドを作るっていうのは、まあ、ウェブでも DTP でも共通なんですけど、結構作っておかないとダメかなっていうところです。はい、では、アプリの話を最後にしていきましょう。ここから先は結構初歩的な話も多いので、知ってる方も、多いという前提でお話ししていきます。まず超大前提ですが、ミリではなくピクセルでお願いしますという感じです。意外とこれね、私でもあれっていう時があるんですよね。定規がなんか定規の値が変わってきちゃったりするので、必ずミリではなくピクセルを選びましょう。まあ、新規ドキュメントの、ね、プリセットの中からウェブを選んであげれば、そう間違えることはないです。あとは環境設定もちゃんと確認しておきましょうねというところを改めて、周知していきたい所存です。で、ピクセルの話をもうちょっと掘り下げていくと、小数点にしないっていうのはすごく大事です。例えば DTP の場合はあまりフォトショップでレイアウトするっていう機会はないと思うんですけれども、小数点をどうしてもウェブデザインをしていくと作ってしまうんですね。そうすると小数点って何かっていうと、ピクセルとピクセルのマス目をまたがって描画するっていう、そういう扱いになってしまうので、輪郭がボケて見えてしまいます。なので、輪郭がボケちゃったなと思ったら、属性パネルや、あとはイラストレートの変形などで、通知を見てあげてください。必ず、小数点がありますので整数に直してあげてください。あとは、ピクセルの数値をなるべく偶数にしてあげてください。計算がしやすくてコーディングが楽になります。で、まあ、これも基本ですね。 CMYK ではなくて RGB というところになります。このネオンサインの、ね、色は結構くすんで見えるのが特徴です。で、まあ、基本は基本なんですけど、ワークフローの中で例えば先ほど、言ったチラシをバナーにするような方は、最初にできれば CMYK にする前の画像をウェブに撮っておくと、本当は
理想的だなと思います。どうしても色がくすんでしまうので、例えば強い蛍光ピンクのような CMYK ではなかなか難しいような色域の場合は別途素材としてウェブ用に用意しておくっていうのが理想的ではないかなと思います。あとは色に関して言うと、いわゆるヘックスって言われるシャープで始まる16進数の値の他にウェブの世界では RGBA という値が使えます。これ何かというと、RGB はお分かりだと思うんですけど、A はアルファで透明度を表しています。なので、RGB にプラスして透明度をコントロールできるよというところで、カンプ、今まで、ね、単色で作っていらっしゃった方は、ぜひ、RGBA の概念も取り入れていただいて、素敵なデザインを作ってみてください。であとこれ一応見落とされがちなんですが、デモのところでちょっと説明したいと思います。線の設定ですね。線の設定がこれ同じ四角形のサイズ、同じシェイプのサイズなんですが、線の設定変えるだけでこれだけ四角形の大きさが変わってしまいます。で、まあ飾りだったらいいんですけれども、バナー外側の径とかだとこれだとかなり困ってしまうので、この設定は、ウェブの場合はこの内側にしてあげるっていうのをマストでお願いします。で、フォトショーウェアでも共通ですけど、名前がちょっと違うので書いておきました。はい、最後にですね、最後じゃないです、ごめんなさい、まだちょっとあります。これちょっとややこしいんですが、実は特にスマホサイトには2つのピクセルがあります。これすごくなんでこんなややこしいんだろうと思うんですけど、まずデバイスピクセルって呼ばれるものと、CSS ピクセルって呼ばれるものがあります。で、まあ、高解像度にするので、デバイスピクセル、ピクセル密度をめっちゃ多くして、まあ、ただ CSS ピクセルっていう擬似的なピクセル単位でコーディングしてねっていうすごく難しいルールになってるんですね。で、我々のデザイナー、我々が何をしなきゃいけないかっていうと、このデバイスピクセル比っていうのがまず存在するということを知った上で、これは例えば iPhone X のデバイスピクセル比なんですけれども、まあ、これ知っておきましょう。別に暗記する必要は全くないです。この存在があることを知ってもらえばそれで OK。で、何をしなきゃいけないかというと、これ決めてください。2倍3倍のデバイスピクセル準拠で作るのか、それとも CSS ピクセル、いわゆる等倍で作るのかというのが、結構人によって分かれます。これどっちがいい割合じゃないんですね。で、例えば、3倍が、iPhone X 先ほど言ったようにデバイスピクセルが、デバイスピクセル比が3倍なので、iPhone X をプリセットで設定してみるとこんな設定になっています。すごいピクセルでかいですよね。で、これ3倍になっている、Photoshop と AI に対して、この XD と呼ばれるアプリ、おそらく高野さんとかがきちんと紹介してくださるんじゃないかなと思ってますが、等倍になっています。なので、繰り返しになりますが、どっちで作れというものではないです。で、以前ですね、こんなアンケートをやってらっしゃる方がいらしたので、私は等倍ではなく2倍派なのでこんな感じで、投票してみたんですけれども、結構いろいろね、票数が分かれているというのが分かると思います。で、私の場合はどうしてるかというと、まず作るアプリ結構毎回バラバラなので、気分で変えてますと。で、ちゃんとまあ気分と言いつつ根拠があってですね、まずフォトショーで作るときというのは写真がすごく多いです。写真が多いということは、高解像度対応とか高い、ピクセルで書き出す必要可能性があるので、それを見越して一般的な、iPhone 6から8までの、デバイスピクセルである750ピクセルで作っています。で、逆にイラストレーターとか XD は、これ等倍で作っています。イラストレーターは、ウェブの書き出しっていうところでまだちょっと弱いところがあるので、あんまり写真が入るような、カンプは、イラストレーターでは作りません。あと先ほど紹介したように XD は、等倍派なので、ここでは等倍で作っています。どちらが正しいということではないんですが、注意する点をあえて言うとすると、この752倍にしたときにはフォントサイズも2倍にしなきゃいけないという点に注意してください。16ピクセルでずっと作ってたら、それを2倍にしてあげないとダメですよというところですね。32ピクセルで本文を組んであげてください。で、レイヤー大事というところです。これもウェブをやってる方は結構当たり前なんですけど、フォトショーをやっている人は、印刷をやってる方、DTP をやってる方はそうなのっていう感じですね。で、そもそも
フォトショーをこんな風に使うっていう文化があまりウェブじゃない、ごめんなさい、 DDP の世界では、そんなにまだないのかなと思いますので、レイヤーをこの操作に慣れていくっていうのは結構大事だったりします。で、なぜかというとコーディングというのはレイヤーの構造とか情報に結構依存します。このレイヤーの構造をちゃんときれいにしてあげて、でそれで画像ないし、要素を書き出して、コーディングを組み立てていくっていう作業をしていくので、画像をレイヤーパネルを使って書き出すっていう点においてもレイヤー PA だとコーダーさんがすごく楽になります。で、書き出しの方法についてはここを検索してほしいんですが、私の記事が出てくるので、この書き出しの方法の違いをぜひご覧ください。結構いっぱいあります。で、レイヤーの構造を結構重視するようになったのはスライスがなくなって、アセットによる生成が、CS ループから実装されたあたりから、レイヤーって大事だよねっていう風に流れになってきたので、スライスでいいじゃんって思ってらっしゃる方は、アップデートしてみましょう。はい、それでは、残りの時間が15分になりましたので、ちょっとまあ話だけでもね面白くないので、Photoshop でバナーをたくさん作るというデモをやってみたいと思います。はい、こんな感じのバナーを目指していきたいなと思います。これはよくあるパターンですね。リスティング広告であったりとかアフィリエイト広告で使うようなバナーの、これ実際の事例です。で、これを全部の PSD で作るのめちゃめちゃ大変です。 PSD これがいくつ分必要なんですかね。バナーの数だけ PSD が必要です。で、 PSD を、作るのはいいですけど修正するのはめちゃめちゃ大変なので、できれば1個にまとめた方がいいと思います。それまとめるためにはアートボードと呼ばれる機能を Photoshop で使ってあげなくてはいけないんですが、これ慣れてないとなかなかちょっと敷居が高いかなという機能です。ただ一度慣れてしまうとすごいバナー早いじゃんっていう感じになるので、それを最後にお見せしたいなと思います。じゃあこれ閉じて、ちょっとスタートからやっていくので即興でどんなバナーができるでしょうかと。最初にアートボードにチェックを入れて、1個目のバナーのサイズを確定します。はい、そうするとこれが、Photoshop のアートボードです。で、アートボード1という名前がついていて、ここにもアートボード1、画面のレイヤーのパネルの部分ですね、アートボード1という名前がついています。こちらに、私はですねもうバナーサイズを入れちゃいます。で、あとはそうですね、お客さんから指定されているファイル名などあれば、それを入れ、識別のためのファイル名などあれば入れていきたいと思います。これから、私化粧品の仕事を結構やってるんで、コスメのバナーを作っていきたいと思いますので、コスメ 500×500 としていきます。で、ここからそうですね、アートボード増やしてもいいですし、アートボードを、ごめんなさい、バナーを作ってからアートボードを増やしてもいいと思うんですが、アートボードの増やし方から見ていきます。アートボードはこんな風にプラスマークが4つ出ているので、増やしたい方向にクリックしてあげると、同じサイズのアートボードが増えます。で、ここですでに範囲がミリになっているというところでお待ちですね。はい、ここの単位をピクセルにしましょう。はい、500×500 です。で、例えばですが、400×250 とかっていうこういうバナーを作ったり、あるいは 600×800 っていうちょっと縦に長いバナーを作ったり、リスティングというのは、リスティングというか Google の画像広告などは結構こういったいろんなサイズを要求されたりするので、一度にたくさん作ってしまった方が効率がいいんですよね。ちょっとここの命名だけ最初に少し面倒くさいですけどやってあげたいと思います。はい、じゃあこの3つでやっていきましょう。では、最初に写真を貼っていきます。写真を貼っていきます。
こんな感じですね。でここで大事なのは、スマートオブジェクトで配置しようというところです。スマートオブジェクトご存知の方も多いと思いますが、非破壊編集するために必ず必要なので、このアイコン、必ずチェックしてあげてください。スマートオブジェクトで配置しようねというところです。同様にロゴマークも、配置していきましょう。今回はあらかじめ作ってあるロゴマークを配置していきます。で配置するとき、ベクターのデータを配置するときは、ピクセルではなく、まあ、シェイプか、今回ロゴなのでこのスマートオブジェクトに、してあげてください。例えば矢印なんかの簡単なオブジェクトであればシェイプにしますが、スマートオブジェクトが原則だと思ってもらって差し支えないと思います。ここで配置をしていきます。サイズを整えます。で私は2019でやっているんですが、2019のこのシフトキーの挙動がめちゃめちゃ面倒くさくなっちゃいましたね。これは本当に使いづらいですね。統一してくれれば文句はないんですけど、私はアドビの人ではないので文句をガンガン言っていきたいと思います。はい。まあ、だんだん最近慣れてきましたけど、教える方がすごく大変です。では、引き続きイラストレーターの方で用意しておいたキャッチコピーを図書で入力していきましょう。別にこれはスマートオブジェクトでもいいんですけど、こんな感じで後でレイヤーの操作をご覧いただきたいので、今回はフォトショップでやっていきたいと思います。難しいですね。何を見せるかで結構変わってくるんですけど、実際のバナーの作業、バナーの制作の作業もこうやって大きくしたり小さくしたりの繰り返しだと思うので、その時にスマートオブジェクトでないとどうしても画像がボケてしまいます。そういう点にとても注意してください。で、整えますね。はい。で、本当は順番としては最初にやっておくべき作業なんですが、罫線を引いていきます。500×500 の長方形を作ります。そうすると属性パネルが開くので、X と Y の値を00にします。ただ、2019はコマンド Z が何回も使えるっていうのがいいので、ちょっとどっちを取るか悩ましいというのが最近の所見です。コマンド Z はね、いいですよね。でもなんか本国の MAX ですっごい盛り上がってて、あんな盛り上がりは何なんだろうと思いますけど、そこまで盛り上がらなくていいんじゃないかなっていう気もしますが、はい。で、線が引きました。で、この線の設定、先ほど紹介したこれにしてください。この内側にしてあげてください。この真ん中か外側にしてしまうと、これ今アートボードにぴったり線が内側に入ってますので、線が表示されません。ここをとても注意してください。ここをクリアできれば、あとは皆さんの方がお詳しいかなというレベルだと思います。で、残りの時間が7分くらいになってきた。ごめんなさい、もうちょっとありますね。失礼しました。17分ありますので、もう少しやっていきます。よいしょ。ちょうど5分くらいで1時間というとことですね。はい。それでは一回これで、バナーができたとしましょう。今レイヤーの構造はこんな感じになっています。でここで、私はレイヤーグループを作っちゃいます。で、そうですね、レイヤーグループもいいけど、この長方形は一番上が、いいので、絵柄で消えちゃうとね、困っちゃいますから、絵柄、長方形1以外のものをグループ化しておきたいと思います。で、この段階で、この段階、そうですね、今までであればこうやって複製してアートボードにこうやって貼ってました。ペッと貼ってました。これでも十分です。で、これで、こちらのアートボードでサイズを調整していくっていう形で作っていけばいいんですが、最近ちょっともっとちゃんと効率のいいやり方を発見しまして、アートボードの複製、アートボードにコピーっていうのがあるんですよね。アートボードにグループを複製します。
で、グループを複製にしてあげると、まあ、グループ1という名前がつくので、どこのアートボードに複製するのって聞いてくれるんです。でここで、先ほどのように、隣のアートボードを指定してあげると、今みたいにドラッグ作業しなくて済むので、やり方としてはこちらの方がいいかなと思います。ただ、すみません、最近発見したので、ちょっと戸惑ってしまいました。で、あとは、こんな風に要素を並べていくと。で、Photoshop で文字を入力した理由というのは、やっぱり改行の調整などが必要になってきますので、タイポグラフィーなどは Photoshop でやってあげる方がいいと思います。下に下げて、タイプグラフィテキストを配置します。で、このような形で、まあ、もうちょっとね、デザインとしては修正が必要かなと思いますが、3種類のバナナを作ることができました。ここまで時間で、5分ちょっとです。この状態であれば、デザインの、作成がすごく簡単だよということがお分かりいただけると思うので、バナナ作成にはぜひアートボードを使ってみてください。で、アートボードを使う上で、先ほどお見せしたように、何度も修正が入ったりするとか、自分でこう試行錯誤しながら、作業していくというのは、グラフィックデザインの世界では当たり前になってきています。なので、当たり前になってきていますというか、昔からそうです。なので、ちょっと修正が入ったらどうするかという話もしていきたいと思います。ここで保存をします。はい。こんな形で、じゃあこれでお客さんに出しました。そしたら、お客さんから、例えばこんな、要望が来たとしましょう。ロゴマークを、マークだけにしてほしい。あるいは、このロゴタイプは、だけにしてほしいっていう要望が来たとします。こういう時に、個別で PSD を作っていると結構大変です。なので、このベクトル、スマートオブジェクト、この方が活躍します。ダブルクリックしてあげると、イラストレーターに飛ぶので、ここで、お客様の指示を反映してあげましょう。例えば、ロゴタイプだけにしてほしいという場合は、アイコンを消して保存します。データを、閉じると、こんな風に自動で反映されているので、あとは、その位置をマークがなくなった部分でですね、揃えてあげれば OK です。で、あとはですね、今みたいに、ちょっとこう選択がなんかこう写真に阻まれてうまくできない、意外とフォトショップって多いんですが、こういう時は、レイヤーによる検索で必要なレイヤーだけを抽出しましょう。レイヤーの検索、実はこの一番上のこの虫眼鏡のマーク、ここですね、フィルター虫より虫というところに入っています。で、いろんなやり方があります。例えば、これをクリックすると、スマートオブジェクトですね。スマートオブジェクトだけを抽出することができる。テキストをクリックすると、テキストだけを抽出することができます。で、この原理で名前を選んで、トゥートールを入力してあげると、出てきませんね。解除してあげて、トゥールスマートオブジェクト。私の入力がまずいかな。はい、では違うやり方でやってみましょうか。
家を選ぶことができました。例えば、書体を変えたいなという時もこんな風に一括で変えることができるので修正もすごく楽です。一文字一文字を変えていくっていうのはこの方向ではできないので、もし一文字一文字を厳密に変えていきたかったら、先ほどのロゴと同じように、スマートオブジェクトの方でリアル上で変えるっていうのをとしてあります。で、スマートオブジェクトの特徴はロゴの部分でお見せしたように一つの部分を修正すると他のものにも反映される、まあ、コピーしているものっていう前提があるんですが、コピーしている全てのオブジェクトに修正が反映されるという特徴がありますので、例えば画像を一つ少しこのように白黒に再度されてやってあげるとこんなふうに全ての画像に反映されるというところで、作成から修正まですごく楽にできるよということで、アートボードによるバナーの量産非常におすすめです。で、最後にですね、書き出しなんですけれども、書き出しのやり方がわからないと、今までちょっと大変なんですけどね、アートボードのグループを閉じます。グループを閉じて、アートボードを個別に書き出したいときはここからピングとしてクリック書き出しで書き出します。個別で書き出すときもありますし、全体で一気に書き出すときもありますね。このバナーだけ直したいっていうときは今この方法で使い、一気に書き出したいときは、書き出しの、こちらですね、書き出し形式、はい、こちらから一気に書き出すことができます。書き出し形式と呼ばれるこのダイアログから書き出してください。はい、そうすると今デスクトップ上に3つのアイコン、アイコンというバナー、ごめんなさい、バナーが書き出されました。という形で、10分くらいで、バナーの制作ができました。本当はこれを1時間2時間かけてしっかりやっていただきたいんですが、バナー1点いくらでお見積もりを出しているかというのは人によって違うと思います。でもこの時間でこのバナーが作れるというのはつまり自分の時給がすごく上がるということなので、ぜひ身につけていただきたいテクニックだと個人的には思っています。はい、では今日のまとめですね。いろんなお話を長く聞いていただきまして大変ありがとうございました。今日伝えたいことは、アプリは何でもいいっていうのは何度かお話ししています。フォトショでもリアレでも XD でもいいです。よくどんなアプリを使わなきゃいけないですかっていうことを、聞かれるんですけれども、今手に馴染んでるアプリをぜひ使ってみてください。で、ただ媒体の特性は紙と印刷では違うので、その点をきっちり踏まえて、踏まえるということが一つ。あとは、踏まえるってどういうことかというと、印刷は印刷だけで見張った終わりですけど、デザインは、ウェブデザインはデザインを作った後から、作業がスタートすると思ってください。なのでその後工程の人たちに迷惑をかけない。後工程の人たちと、デザインや言葉で積極的にコミュニケーションを取らないと作業としてはダメですよねというのが、今日絶対お伝えしたいなと思っているメッセージです。そのためには、XD という便利なアプリもありますし、従来のフォトショップやイラストレーターでも十分できると思いますので、皆さんの中でも、ぜひ、これからやってみたいという方を、私は全力で応援したいと思いますので、ぜひ挑戦してみてくださいというのが一つ。あとですね、ウェブってすごく難しいところもあるんですけど、とっても面白いので、紙じゃなくてもう少し何かやってみたいなっていう人には、とってもいいです。で、なんか抽象的な話してますけど、もうちょっと経営的な話をすると、運用でお金を取れるというのはすごく印刷にはない武器だと思いますので、その点を、ぜひ皆さんには、やっていただきたいと思ってます。で、先ほど冒頭に、こういう経緯でお話をしましたっていうところで、印刷会社に向けてこうセミナーをやったものが今回のベースになっているんですけれども、営業さんに向けてもお話ししたんですね。で、今お金を取るって話をして、結構、なんだろう、提案の話とかもたくさんしたんですが、提案っていう話でいくと、ウェブが印刷会社の人がウェブを作るっていうのが正解でない場合も実はあったりするので、印刷っていうものを武器にウェブと一緒に、お客様の、ビジネスをサポートしてあげてほしい
という願いが非常に強いです。ただ、ウェブデザインをするっていうのが目的になっちゃうと、お客様の、利益を損なう場合もあるので、その点を、皆さんすでに印刷っていう武器がお持ちなので、ぜひ、感情をちゃんと天秤にかけてですね、両方をうまく使っていってほしいなと思います。はい、長いことありがとうございました。ちょっと、ね